ボブさん、リーダーのフロール20ポンドと普通のミチートで使うフロール20ポンドは何か。いや、もうこれほとんど一緒ですね。ほとんど一緒なんで、ルアー用のリーダーだとちょっと高いので、すごい賢い人は、サズリ用のミチート、同じ値段で買える50メーター巻きを使ってる人が多いですね。これも、リーダー板なんですけど、船用のハリスですね。で、実は先発これです。この大きさなんで、上、内ジャケとかに入れられないから、基本バッカンに入れてあって、基本先発これで出てって、切れたり結び替えるとき、シーバス用のね、リーダー、こっちに変えてます。トーレさんにめっちゃ怒られそう。でも絶対合理的だし。とボビンなんで、癖もついてなくていいですね。